お、はい、ちょうど1年前のこの会見はものすごい酩酊した状態で来られて大きな話題になっておられましたが、今日は大丈夫でしょうか。今日はちゃんとぐっすり寝て来ました。去年あの後結構反響ってすごかったですか、会見の後。去年あの後なんかちょっといろいろ怒られました反省したんだ、はい、でだからその去年はその R1 としての結果も僕自身あまり良くなくて、ずっと決勝行けてたんですけど、あの日会見にその酩酊状態で来てしまったために決勝行けなかったという部分もあると思うんで、今年はしっかり決勝目指して飲まずにぐっすり寝て来させていただきました。めっちゃ気合入ってますよ、松本さん。今日すごい走る人が走る靴履いてる。俺は足が疲れないように履いてる。すぐ疲れちゃう。ポケットに財布入ってますけど、誰のことも信頼してる。やめてください、2年代の若手。2年代の若手疑わないでくださいよ。いるという噂ありますけど。いや、ビーチ部慣れしちゃってるんだよ。ビーチ部はそうだ。走ってくれるように。そう思ってるから、ビーチ部は。ビーチ部財布なくなりがちっていう。あるある星野さんと今野さんは今回このメンバーではラストになるんですかね、はい、あ、そうですね、じゃあその、まあ、ラストの意気込みをちょっとお二人一言ずついただけますか。そうですね、急にちょっとラストになってしまったんですけども、一応前年度まで出られてた事務所の先輩のルシファー吉岡さんが、うん、もう5年連続で決勝行ってたんですけど、急に出れなくなってしまって、すごい落ち込んでいったというか、悲しい目で僕を見ていたので、ちょっと僕がルシファーさんの分もちょっと頑張らないとなという気持ちで、はい、今年また優勝目指して頑張りたいと思います。はい、私もと急にラストイヤーになってしまって、10年間ずっともう R1 のことばっかり考えてたので、そうですね、なので絶対優勝しなきゃという思いで、今日は楽屋の皆さんの水に毒を仕込ませていただきます。怖い。どんなんかお前。今おならしてた。おならの時また甘くなる。あんなモーションがあるの。ガスか。全長分かりやすい。もう絶対優勝しようと思ってます。すいません、あと最後にライターになってしまった小田さんにちょっとお伺いしたいんですが、はいはい、今年出たらもう勝てる自信っていうのもだいぶ持ってましたか。当たり前や。俺が今年作ったネタはどこで出したらいいの。幕張でお願いします。出すよ。それほんまに優勝するつもりで やってました、うん、はい、今同情されても困んねんけど、その感じに。本当頑張ってください。本当なんとか気持ちを保って頑張ってくださいね。いや、頑張ろうよ。やめないで、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 つらい。小田さんお願いします、満を持して。いや、だから僕とかルシファーさんとか、R1 優勝にかけてきたピン芸人に一言ちょっとお願いします。じゃあその最後のお別れの一言。生きて。暗い背景に生きてー、生きてー。汗じらんの。そんなしてほしいんちゃう。伝わりましたか。いや、わかんないです。一人ディスクもちょっと頼むわ。そうですね、やっぱもう R1 は終わってしまったので、はい、ちょっと違うなんか楽しみを見つけてほしい。趣味じゃないから。歌で一人一フレーズ。そうですね。なんかいい歌。負けないで。少し最後。もう負けることも許さへんじゃん。
そうですね。はい。松倉さんどうですか？それ松倉さんなんかほんまライバルとかルシファーさんそうですね。ずっと戦ってこられてましたからね。そうよ。ほんまだ。どう思ってんの？まあさよなら。バイバイ。終わって連絡だ。落ちみたいな。小田さん満足ですか？いいえ。どなたに聞きましょう。上田さんからいただきましょうか。もうそもそもね、オッケーコーナーと嫌いなんですよ。ミキコーゼでかいやろ。あなたの声耳障り。ほんまにこれ。何かしらね、救済処置は正直欲しいですよね、うん、ちょっとね、そうですね、10年以上の、うん、10年以上大会開いてないじゃないですか。おー、うんうんうん、俺が、はい、お出しで見たい方たくさんね、いらっしゃると思いますよ。R1 の裏でってこと？ R1 の真裏で真裏で今年出れなかったおじさんたちで必須や普通の R1 だ。フジテレビの前やろって。